はい、これため撮り最後だからちょっとホッとしてるんだけど、さっきってかさ前回の質問のコーナーでお答えした通り、音楽を始めたきっかけっていうのは、音楽僕2番目に好きな、2番目に好きなことだから、まあその一番好きなお笑いに逃げればいいから、そのお笑いはその仕事がしないっていうことでね、でもなんか最近すごい笑わせようと頑張ってるからちょっとしんどいっていうか辛いんだけど、何これ、うつ動画これ小松純也うつるっていう、そのなんかそういうタイトルに変えようか、いや変えませんけど、ラフごとね、その僕のやってる弾き語りのスタンスの音楽ってすごく似てると思って、落語って要はその一人で全部やるんですよ。例えばこのセンスをこうセンス、これもセコのセンスじゃないんだけど、箸にしたりとか、お盆にしたりとか、杯にしたりとか、まあもう本当に道具はタオルとセンスだけで、あとは身一つでね、正座とかして、座布団の上でこうお話をされるんですけど、前はそのなんだろう、その話術だけで、しかもそれもね、一人役やったりとかするんだけど、僕たちも要はギターだけを使って、要はいろんなことをお伝えすると。で、そこがまあすごく共通してる。で、もう一つなんですけど、オリジナルとカバーがあるんですよね。だから僕は徳永英明さん歌うのはカバーだし、尾崎豊さん歌うのはカバーだし、NS 食堂さん歌うのもカバーだし、でオリジナルで、ね、木漏れ日歌ったりとか温度差歌ったりするのは、オリジナルじゃないですか。で、落語にも創作落語と古典落語っていうのがあるんですね。そう、なんか、まあ、昔のね、芝浜とか、あとは小梅とか、まあ、いろいろとあるんですけれども、そういったところで、すっごい似てるなと思って、で、彼らもやっぱりお話を覚えなきゃいけないし、僕らも歌詞とコードを覚えなきゃいけないし、すごい似てません？で、なんかその僕何が好きかって、やっぱ一人で完結するとこが好きで、基本なんかね、誰かに任せるっていうのは僕はあまり好きじゃないんですよね。全部自分でやりたいから。だからこの間の CD も僕は写真撮影とアレンジ以外は全部自分でやりました。だからもうその間何も入ってないんですよ。アレンジは、まあ、なんだろう、僕の音楽だって、アレンジってことに関してやればもう弾き語りで十分なわけじゃないですか。声綺麗だし歌うまいし、でもなんかこう違うコラボをやりたいなと思った時に、やっぱそれで僕はちょっと今回アレンジお願いしたんですけど、で、まあ写真に関しては自分自撮りしてもなんかね、ちょっとかっこいい写真撮れないからイエーイとか言ってなんかそれもちょっとあれだから、で、まあ先にね頼んでね、お願いしたんだけど、なんかまあいいよね、そういう昔からの付き合いとかあって、こうやっぱいろんな人を助けてくれるってありがたいんだけど、でもやっぱり僕の中でやっぱそのお任せできる人ってのは限られてるから、もうそのシビアなんだよね。僕も仕事でやってるし、これビジネスだし、収益になんなきゃ嫌だし、もう命かけてやってることだから、だからもうその中途半端な人とはやりたくないんで、だから中途半端な人とはもう中途半端の付き合いしかしないいうのが僕の、まあ、心情かな。で、まあそれは置いといて、で、まあだから落語家さんをすごくリスペクトしてて、まあ僕はいつか立川談志のようにね、立川談志のように、落語がもうこうなってる時にあの人はこうしたんで、だからそういうものをやりたいなと。だから今度動画のネタでなんかその笑点みたいなのやりたいよね。即興で曲を作るとかいやだ、即興で曲作るの俺もできないわ。でもなんかそういうのとかちょっとねやって盛り上がりたいね。座布団ピック1枚とかピックあってもしょうがないよな。まあなんかまあそんなんで、あれ面白いよね、笑点ってね、考え出すとすごいと思う俺は。うん、でもまあそんなんですけど、まあ僕は歌をこれからも歌っていきますので、よろしくお願いします。最近そればっかりですけどね。なんで、みんなもなんか歌を歌いたくなったら、僕音楽講座もやってます。音楽講座は次の日か、あさって音楽講座なのかな、そうだよね。なんで、また音楽講座とかの方もぜひぜひ見ていただいて、いろいろ質問とか送ってきてください。これからも僕の活動は皆さんと一緒に作ります。人任せにしたくないから頼りはしませんが、みんなで一緒に作っていった方が絶対楽しいんで、いろいろと参加してください。それでは今日は小松純也、喋るのコーナー、とりあえず今日のため撮りは、ため撮りはってこれだから楽屋裏話すね。ため撮りは終わりです。じゃあまたね、みんな、また来週会いましょう。じゃあね、来週じゃないよ、これ水曜日、今度水曜日会いましょう。はい、というわけで歌います。なんかコマつけて何気に音楽一家的なとこがあって、兄弟が作った歌で、悟空って歌、
なんかとりあえずよくカバーして歌ってるんで歌います。なんかねこれすごい最近共感できる。それでは皆さん、さよなら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 。